まるちゃん、ご飯いっぱいあるんだけど、ああやって探しながら食べるのが楽しいんだろうね、やっぱ本能でね。なんか穀類とかも枯れた後にこう下にね、こう実が落ちてたりとかするから、こういうのこうねわしゃわしゃってしながらね、食べ物ないかなって探すんだよね、草むらとかでもね。なんか実が落ちてるかもしれないもんね。でそういう本能があるからここにご飯はあるんだけど、わざわざこういうところを探して歩いてるのね。それが楽しいんだよね。ほらね、結構落ちてんだね。みんななんかこうやって散らかすからな。ご飯ちょっと入れとこうか。パレちゃんご飯入れたよ。ご飯いっぱい入れたよ。でここホウ君のお家なんだけど、あ、来た来た。ホウ君はラビのお家でくつろいでてあ、クーちゃんが、クーちゃん今お風呂場で水浴びしてて、もう水浴び終わったんだ。クーちゃん、なんかさっき水浴び終わってね、迎えに来てって泣くんだけど、泣いてる。クーちゃん待ってて、パルちゃん怒られるよ。でっかいね。ちょっと。なんか、ほうくんさ、頭なんかピョインってなってるじゃん、これ。頭に羽がピョインってなってる。帰ってきた。バレちゃん怒られるよ。ちっちゃ。この大きさの差。ね。いや頭ピョインってなってるけど。で、クーちゃん迎えに行かなきゃ。あ、でもホウ君怒って追い出したりしないんだね。いや、お水があったね。
ホークに合わせてちょっと高めだから、お水飲める？もうちょっと低くしてあげようか。ここホークのお家だからね。チャカ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 、足音でかご飯食べ始めた。マルちゃんは赤マイロが好きなんでね、赤いつぶつぶね。お水飲める？届くかな？うん？お水もらえば。ラビちゃんのお部屋頭ピョインってなったまま。ラビちゃんはここにいるのね。うん、よし、じゃあクーちゃんが呼んでるから迎えに行ってこよう。うん、はい。